おじいやしにしきごいの里は、新潟県おじいやし城内一丁目8-22にある、にしきごいの展示施設。にしきごいに関する世界で、唯一の展示施設である。1989年10月、鑑賞旨、展示旨からなる、にしきごい会館と、にしきごい公園、イベント広場を兼ねた駐車場を備えた施設として開館した。 小じや市や隣接する長岡市山古志地域を含む20村京と呼ばれる地域は、西木鯉発祥の地であり、2017年5月5日には、西木鯉が新潟県の観賞魚に指定されている。屋内観賞地の西木鯉西木鯉に関する資料や映像が見られる、資料展示室、面積268平方メートルの西木鯉の屋内観賞地のある鑑賞棟、 約120匹のニシキゴイが泳ぐ池などが配置された面積1934平方メートルの日本庭園で構成される。屋内干渉地では約40品種約150匹のニシキゴイが泳ぐ。ニシキゴイは春から秋にかけて土の池で養殖を行うため産地では澄んだ水を泳ぐ姿を間近で見ることができないが、ニシキゴイの里では通年で 錦鯉の干渉ができる。干渉地の錦鯉に対して餌やりを行うことも可能である。錦鯉を一部5万円で購入して管理を委託するオーナー制度が当初から設けられている。購入した錦鯉が病気で死亡した場合、購入から1年以内なら同品種を無償で保証される。購入から1年以上経過したらオーナー資格が消滅し、 錦鯉の搬出は自由となる。オーナー特典として、おじやし錦鯉の里への入館料が免除され、おじやしで行われる錦鯉品評会の案内が送られる。ありがとうございます。